パラマッチ TV。 皆様お疲れ様です。 OHK アナウンサーの岸下圭介です。3月14日火曜日のクスクス、今日は私が担当します。どうぞよろしくお願いします。3月14日ということでホワイトデーですね。皆さん好きな気持ちだったり感謝の気持ちしっかりと伝えてほしいなと思います。さて今日お伝えする企画はこちらです。トライフープ岡山中継ダイジェスト、よろしくお願いします。こちら冒頭置かせていただきましたけれども、今日3月14日現在のバスケットボール B3 リーグの順位表となっています。レギュラーシーズンの順位なんですが、トライフープは16チーム中7位となっています。上位8チームが4月21日からのプレーオフに進むことができます。プレーオフを経て B2 ライセンスを獲得した上位2チームが B2 に昇格するということになっています。実はですね、すでにこの順位表の6位までのチームがプレーオフの進出を決めている状況となっています。今日はトライフープの中継ダイジェストをご覧いただき、プレーオフに向けて B2 昇格に向けてぜひ皆さんと一緒に応援していこうということで VTR にまとめてきました。それでは VTR どうぞ。岡山松田スポーツスペシャル、 B2 昇格を掲げるトライフープ岡山と山口ペイトリオッツの一戦をお送りします。解説は日米でプロキャリア13年、元日本代表でファイブアローズでも活躍、 IPU 環太平洋大学女子バスケットボール部監督の中川和幸さんです。中川さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。1番シューティングガードに樋口誠、15番香川県の尽誠学園高校出身の若狭幸喜、22番スリーポイントシューター向井雄介、33番今月契約を結んだばかりのゼロウム・ティルマン、99番はポイントゲッターのデボン・ワシントンです。ティルマンからもう一度向かい、中に入れたワシントン、シュートを放ってくる、ワシントンが決めています。テンポな、まあ、いわゆる点の取り合い、まあ、中継する試合にはふさわしいような、そうですね、はい、さあここは向かいが沈めていきました。スリーポイントシュートでおなじみの向かいですが、ツーポイントシュートです。もう一度ティルマン、サッカーワシントン、ボールを収めて向井、中インサイドから、ここはディルマンが決めました。ミスマッチを、ね、正確にチームでつけましたね。いいオフェンスだと思います。リバウンドを収めたのは山口、さあここはうまくカットしました、ワシントン。さあここは岩松、レイアップシュート、いったプレーが重要になってくるんですよね。出して小坂、ここはディフェンスをかわして、もう一度小坂シュートを放っていく。ここもやはり安定感がありますね。トライフープとしては何としても点を取ってこのクォーターを終えたい。若狭が決めました。素晴らしいドライブからのシュートでした。いや頼りになりますね。ボールをもらいに行く、ワシントンに預けます。さあマドアバム、1対1、ダンクシュート、会場が沸きました。リプレイでご覧いただきます。体で押し込んで片手できました。バウンド、ティルマンが取りました。さあここは1本決めたい、ワシントン中に入ってきた、前村からティルマンのスリーポイント沈めます。もう相手の山口のね、なんかお株を奪うようなアグレッシブなオフェンスでしたよね。最初のダンクと今のトランションからの積極的なスリーポイント。トライフープ岡山です。さあここはワシントン取り返しました。なんですよね、これね、だからその分は我慢してるんだと思いますよ。さあティルマンが力ずくでいきました。いやいいですよ、ティルマン選手今のでね16点目でね。若狭がスピード感あふれるドリブルで運んでいく、ティルマンレイアップシュート、ここは冷静に決めました。オフェンスリバウンド入るか。さあここマドゥアバム、いやナイス粘りでしたね。来ると思うんですけど、そうですね。さあここはレボン・ワシントンが取りました。中に切り込んでレイアップシュート、ここは決まりました。いや大きいですよ。足首をちょっと痛めて離れていたんですが、元気な姿を見せています。レボン・ワシントン、インサイドから力ずくでいきました。山口ペイトリオッツロングボール、
さあここはルーズボールになっている。小坂が収めて、ティルマン、マドアバム、ダンクシュート。その向井のボールから始まります。マドアバムへのパス、ダンクシュート、決まりました。向井からのホットライン、インサイド切り込んで北条が打ってきた。ただこれも入らない。ここで試合終了。フィリップ・ゲンジヘッドコーチよりご挨拶です。はい、まずは皆さん、これだけ多くのお客さんが、会場に来てくれて、僕らの応援をしてくれたということに、シンプルに感謝を申し上げたいと思います。ありがとうございます。試合には、残念ながら負けてしまいました。僕らのいいところっていうのがあまり出ずに、そのままずるずると負けてしまったというような内容になってしまったと思います。でもトライフープのコンセプト、我々は一度倒されても必ず立ち上がる、そういったことを、コンセプトに掲げております。ファンの皆さんの後押しがあれば、明日はきっともっともっといいプレーを、もっともっといいチームの姿を選手たち見せてくれると思います。ぜひ懲りずにまた会場に来て、僕らを応援してください。本日はありがとうございました。ヒルキ・ケンジヘッドコーチより皆さんにご挨拶でした。こちらがヒルキヘッドコーチです。悲願の B2 昇格に向けて臨んでいるシーズンですが、開幕は無傷の8連勝というのも刻んだんですが、少し苦しい状況にはなってきていますね。はい、もうね、怪我人がね、あの日本人選手、外国籍選手、まあ、例年になくね多かったんでね、もう原因ははっきりしてると思うんですけど、あの先ほど言いましたけど、みんながヘルシーな状況になれば負けるチームはないと思うので。プレーオフ圏内の7位につけていますが、一言エールいただけますか。いや、もう本当に倒れても立ち上がるで、明日も頑張ってください。解説は環太平洋大学のバスケットボール部監督、中川さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。2月に OHK で放送したトライフープ岡山の山口戦をダイジェストでご覧いただきました。私が中継を担当した試合だったんですけれども、負けてしまったんですが、随所に好プレーも見られた試合だったと思います。あと1ヶ月余りでプレーオフが始まりますけれども、トライフープ岡山のプレーオフへの進出に向けて、そして B2 昇格に向けて、皆さん一緒に応援していきましょう。今日のクスクスは私、岸下が担当しました。どうもありがとうございました。また次回。